息子さんは非常に危ない状態ですが、諦めないでください。明日また来てください。今日は良くなってるといいな。そんな、病院に何が起こった？息子はどこだ？残念ながらこの病院は爆撃を受けました。今生存者を探しています。息子はどこ？